こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回はアロカシアの植え替えと私なりの管理方法をお伝えします。さて早速植え替えていきますが、今回植え替えるのはアロカシアブラックベルベットという品種です。鉢が変形するくらい根が育ってきてくれました。葉の先も黄色くなっちゃってもう限界なので植え替えをします。アロカシアといえばクワズイモが有名ですよね。今回植え替えるのはクワズイモさんとはちょっと違ってわがままなアロカシアです。アロカシアは育てやすいことで有名な里芋科の植物です。クワズイモ以外のアロカシアはちょっと癖があってわがままさんな気がしています。湿度が低いと育たないし、寒さにもかなり弱い印象です。わがままさんなので管理にちょっと気を使いますが、この葉っぱの美しさを見せていただけるなら全然問題なしです。アロカシアの葉っぱの裏はこうなっています。すごく美しいですよね。アロカシアは今海外の方にとても人気のようですが、日本ではどうなんでしょうかね。あんまりお店ではお見かけしないので流通量はそんなに多くないんでしょうかね。鉢から出してみると立派な根が育っていました。せっかくなので根を半分に切って増殖させようと思います。増殖方法は簡単です。根の中間を切ったら水にしばらくつけておいてから植え付けをします。メデテールなどの発根促進剤を入れたものでつけておく方もいらっしゃるようです。私は特に何も入れずしばらくつけておきます。10分ぐらいつけておいたら葉っぱのついている上の方は普通に土に植え付けます。下の切り取った分は土の中に埋める形で植えます。切り口にトップジンとか墨とかを塗られる方もいらっしゃるようです。私はそのまま植えてしまっています。葉っぱのついている方はすぐにお水やりをしますが、下の切り取った部分は植え替えてから次の日にお水をやっています。土はエリオクエストさんの賢者の土にペラボン、ココピーと赤玉を少し足しました。土の柔らかさと水持ちをプラスしたくて混ぜています。最近はエリオクエストさんの賢者の土をいろいろな植物に使っています。
そのまま使うことも多いですが、観葉植物の場合は赤玉土やココピートやベラボンを混ぜることが多いです。アロエなどに使うときはヒューガ土などを混ぜて調整して使っています。たまに土を自分でブレンドすることもあるんですけど、このエリオクエストさんの賢者の土のゴロゴロ感は私には作ることができません。なので賢者の土をベースに使っています。このちっちゃいお芋さんからもうまくいけば芽が出てくるので別の鉢に植えておきました。植え替えの時に土の中にいるお芋さんを発見したら、そのまま植えておくか別の鉢で植えて管理するのもいいと思います。こちらのお芋さんが出てきたらまた報告させていただきますね。こんな感じで植え替えが完了です。私なりの管理方法をお伝えします。置いている場所は暖かい場所に置いています。15度以下だとちょっと厳しくなる気がします。冬の窓際は結構寒くて危険なので、なるべく暖かい場所で育てるのがおすすめです。湿度は結構高めに管理していて 55% から 60% を保つようにしています。葉っぱにはスプレーもしています。アロカシアの場合は葉っぱの裏側を念入りにスプレーしてあげています。たまに活力剤を薄めたものをスプレーしたりもします。里芋科の中でもちょっとというかかなりわがままな子ですが、温度と湿度に注意してあげればこの綺麗な葉っぱを出してくれるので、お世話のしがいがある子です。この子も育て始めた時は茎がひょろひょろで葉っぱも小さくて貧弱だったんですけど、温度と湿度を上げて管理していたらたくましく太ってきてくれました。葉っぱもサイズアップしてきてくれているので、おそらくこの環境が気に入ってくれているんだと思います。ちょっと手間のかかる里芋科を育ててみたい M 気質のある方には大変おすすめの植物でございます。今回増殖させた鉢のその後の様子もお伝えしていきますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピメリーでした。またねー。